第二節科学的発がん因,因子とは発がん性を持つ化学物質すなわち発がん物質を意味します18世紀産業革命時代のイギリスで煙突掃除人にフグリヒフがんが多発しましたこれは 全身にすすをこうむって仕事をする煙突掃除人のふぐりのシワの間にたまるすすの中の発がん物質であるタールが原因でしたその後タールの中のベンツピレンジベンツアントラセンアミノアゾトルオールバターイエロー自動車のクラッチや建築材料として使われる石綿、アスベストニトロソアミンベンチジンロッカクロムなど発がん性のある化学物質が数多く報告されています 1932年には佐々木孝之氏と吉田富三氏がアゾシキソ化合物を傾向的にラット実験用のネズミに投与して肝臓がんを作る実験に成功しています。この業績により発がん実験のモデルとしての単眼動物を簡単に作れるようになり発がんの研究は大きく進歩しました。 職業的に発がん性のある薬品に接触する機会の多い人はある特定のがんにかかりやすくこれを職業がんと呼んでいますベンゼンに接触する機会の多い工場労働者は白血病にかかりやすくアニリンに接触する機会の多い工場労働者は膀胱がんにかかりやすくタールに接触する機会の多い工場労働者は皮膚がんにかかりやすく ニッケルやクロムの精錬香は肺がんにかかりやすいことが知られています食品の中にも発がん物質が含まれていることがありますわらびにも発がん物質が含まれていますがわらびで発がんに至る量を摂取するには大量のわらびが必要でアク抜きをして少量を食べるだけなら心配ないとされていますある種のカビの中には アフラトキシンという強力な発がん物質が含まれていますですからカビの生えた食品は食べない方が無難です料理の仕方により発がん物質ができる場合もあります加熱する料理法によって焦げた部分にも発がん物質が含まれていることが報告されています焼き魚や焼肉の焦げた部分は食べない方が無難であると言えます 自然の産物である食品や食品の焦げた部分そしてカビの中にも少量ですが発がん物質が含まれていますさらに近年の文明の発達により人間の生活はより多くの発がん物質に囲まれるようになりました工場の廃煙や自動車の排気ガスによる大気汚染 工場排水や生活排水による河川や海洋の汚染のようなさまざまな公害により発がん性を持つ可能性のある化学物質が人体に入る恐れがあります食品添加物残留農薬包装材料医薬品の中にも発がん性のある化学物質が存在しています抗がん剤はがんを縮小させる効果を持つと同時に一方では 発がん性を持つ薬品が多く注意が必要です。